はい、皆さんこんにちは、むちこです。本日はですね、ハムスターのケージと回し車のお話なんですけど、かわいい、ね、こちらにね、サイレントホイールフラット17っていうものがあるんですけど、我が家で使っているね、参考紹介さんのルーミーっていうケージですね。こちらにね、こちらを使ってるんですけど、うるさい何がうるさいかっていうと、はい、この子のケージにですね、今回し車がない状態だったので、新しくね、回し車を購入してこの中に入れました。で、入れて後ろについてるこの吸盤をですね、壁の部分にくっつけて固定させてっていうものだったんですけど、ハムちゃんがね、使ってるうちにその壁から剥がれちゃって、もういろんなところでね、回し車を回してるような状態です。なので音がすごくうるさいですね。音がうるさいし、この後ろの部分のね、この黒いところもかじってしまって、もう半分くらいなくなってしまってます。じゃあどうすればいいのということで、このケージをね、もう買われてしまっている方、ハムスター用のね、セットが売ってるんですよ。私今回このケージだけのものを購入したんですけど、回し車がね、余ってるかなと思ってセットの方がやっぱりね、5000円ぐらいで、ケージだけだと3600円ぐらいでね、購入できたので、ケージだけのものを購入したんですけど、セットについている回し車はそっちの方がいいそっちの方がいいっていうことで、はい。でセットのね、回し車がついている、セットの回し車がついているハムちゃんのゲージがこちらなんですけど、はい、こんにちは、ちょっといいですか。まだね、起きる時間じゃないから申し訳ないんだけど、回し車のね、ここに突起がついてるんですよね。この突起危ないよ。これは一緒だよね。もしかしたらここの部分を買えばいいのかもね。そしたら使えそうですね。まあとりあえずね、この突起がついてるここの部分を、危ないここの部分がついている回し車だと、もともとケージのここに穴が、差し込む穴がついてるので、これでね、設置が完了します。ここからね、絶対動かないので、そんなにうるさいっていうこともないですね。まあ、若いハムスターってね、結構回し車すごい勢いで回すんで、そのうるささはありますけど、これがね、ケージ内であっちこっち行ってね、いろんなものとぶつかってガラ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 回される音に比べたら全然マシなので、こちらのね、置き型タイプの回し車を参考紹介さんのルーミーで使うのはやめた方がいいですはい。でね、今撮影してて私気がついたんですけど、この緑の回し車とこの白い回し車、別のものかなと思ったけど、おそらくね、販売元も一緒ですし、ほとんどね、色だけ違うだけで一緒なので、多分ここのね、部分が売ってますね。ここを回してもらうと、ここ3だもんね。はい、一緒だ。ね、この取った感じが一緒なんで、ここの部分、これをね、購入すればルーミーに取り付けられるようになると思います。なので私ちょっと今度ね、これを買ってみます。
なのでこの使ってたこの緑色の置き型にしてた回し車のこうやって置いて使うんじゃなくてこのパーツを購入してねこのルーミーにこう挿して使えるようにしたらどうなるか、使えるようにしましたっていう動画も今度撮っていきたいと思います。あの、ね、ハムスター長年飼っててねルーミーもこんだけ使っててもね分からなかったんでこれから飼う方はねこの回し車買ったけどうるさくて使えないから新しいの買うとかならないためにもちょっと部品を変えてやっていくっていうのをねやってみたいと思います。はい。ダメだよ危ない死ぬよそこから落ちたらそこから落ちたら死ぬよハムちゃん。ちなみにねハムスターこの高さから落ちても死なないです。嘘っていうか全然大丈夫ケロッとしてる体がね柔らかいんでしょうね。はい死ぬ死ぬ危ない。でもね万が一怪我とかされたら困るんで。はい。なのでねこのハムスターこれからお迎えする方はいはいはい、あごめんごめん挟んでないよこのね。はいはい危ない危ない。ルーミーっていうね参考紹介されのルーミーっていうケージを購入する方一番いいのは回し車と水入れと餌箱がセットになってるものを買っていただくのが一番いいと思います。でセットじゃないやつをもし間違えて買ってしまった方っていうのはもしサイレントホイールフラット17このね緑色の箱に入ってるやつを買った方は、置き型で使うととっても音がうるさいしこの部分をねかじってしまってあまりよろしくないのでルーミー用のねパーツ先ほどお見せしたパーツを購入してルーミーにこう挿して使う回し車に変えた方がいいっていうことですね。近いうちにね注文して取り付け変更したいと思います。で今晩からはこちらはねちょっと一回撤去させてもらいます。うるさすぎるん で年齢がね1歳半ぐらいのハムスターちゃんだったらそんなに激しく回し車回さないので音はねそこまで気にならないんですけどこの子たち生まれてねまだ 2,3 ヶ月なんですごい元気なんですよ。なので回し車の回し方が激しい今やってみせてくれてもいいんだけどどうぞ。あやってくれただろうって感じで今はねやらないかもしれないんですけど、はい、そんな感じで、今日ね私が購入してちょっと良くないなと思ったもののご紹介でした。はい、Twitter と Instagram もやってますのでそちらの方も、チェックお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。